こんにちは、速稼塾の久保です。今回のタイトルは年収1000万ということなんですけども、吉田さんが言われてるようにね、年収1000万も1000万で、それをどのように稼いでるのか、そしてライフスタイルはどういうふうな形なのかってことによって、この1000万がね、安くもなるし高くもなるんですよね。じゃあちょっと具体的に申し上げますけども、1000万稼ぐのに毎日会社に出勤して残業して、そしてね、いろんな資格を取って、まあ昭和型の働き方ですけども、休日出勤をして接待をしてっていう形でね、体を壊しながら家族を後回しにしながら、自分のプライベートをね、我慢しながら稼いだ1000万だとどうですかね、それは幸せで豊かな1000万になるでしょうかね。もちろんそこまでやる人っていうのは年収を目標にしてるばかりじゃないと思うので、それなりの充実感はあると思うんですけども、どんなにお金稼いでもね、やっぱりそのお金を使う時間がなければ全く意味がないと思うんですよ。やっぱり自由な時間があって、その時間でね、いろんなサービスや商品や事柄に触れて体験をして、旅をしたり美味しいものを食べたりとかしてね、その中で自分の欲しいものとか何にお金を使いたいかってことが決まっていくと思うんですよね。やっぱね、男性からしてみると車っていうのが一つのポジションになると思いますけども、そもそも移動しないのに車いらないよねってことになっちゃうんですよ。全く実用性ないですからね。ただ車って移動の手段なのかって言ったら、そうとばかりも言えないんですよ。それを持つことによって自分に対してね、ものすごく大きな力になったりとか、憧れたものを手に入れるっていうのは一つのね、男性としての狩猟本能ではあると思うんですよ。憧れの女性を手に入れる、憧れの組織を手に入れる、憧れの地位とかね、憧れのものを手に入れる、これは必ずしも悪い効果は生まないと思うんですよね。まあけど、だけどもですよ、忙しくって車を買ったんだけども乗る暇がありませんって言ったら、何なんだろうなってことになっちゃうんですよね。もちろん持っているっていう所有欲は満たせるんで、それで十分って方もいると思います。私もね、トランザムナイト2000ありますけども、ほとんど乗らないですよ。この2年間乗らないまま車検来ましたよ。でも毎日ナイト2000が私の車庫にあることによって得られる喜びとか、そして YouTube を通じての人との関わりとかって、ものすごくね、大きなものがあるなと思いまして、車検を通じてですね、また今後2年間所有していこうかなと思います。車検代金ね、陸送費も絡めて100万円ぐらいになると思うんですからね、すごいですよね。はい、あとね、その100万円をどんな背景で、100万円じゃないわ、年収1000万をどんな背景で手にしているかってことなんですよ。もちろんね、東京都心だったら年収1000万じゃ足りないどころじゃないですよ。で、家族を抱えていたりとかね、それこそ年収1000万なんで瞬足でなくなっちゃいますからね。まずは税金によって350円ぐらいはロスられちゃいますんで、650円の手残りなんですよ。じゃあ650円を12ヶ月であると毎月50万かなと思いますけども、実はね、年収1000万を生み出すためのコストがここに計算されてないんですよ。人付き合いも変わるでしょうし、毎月50万稼げば自分の欲しいものも手に入れたくなっちゃうんで、もうね、金があるのに買わないっていうのに耐えられないから買っちゃうんですよね。で、買ったものをメンテナンスする、それを置いておくところとかっていうのにもコストがかかりますし、当然ですけども年収ね、1000万ぐらいになっちゃうと投資にも興味が出てきて、そこにね、消えるべきお金をつぎ込んじゃうってこともあるんで、あんまり豊かにならないんですよね。でも地方で家賃の毎月5万で一軒家借りれるようなところでね、年収1000万だったら、これはいいですよ。だって生活コストって毎月20万円ぐらいなのに、毎月50万ぐらいの収入があるわけじゃないですか。さ、30万ずつ余り始めますからね。で、遊びの誘惑もほとんどないですから、当然ですけども、エッチな店はあんまりないですからねまあそればかりじゃないんですけどもね、なんかすごく満たされるんですよ、田舎に行くと。私だけかもしれませんけども、夜になったら真っ暗で静かですよ。そしてね、今みたいな感染症の折に触れても、家の周りは田んぼだらけ、山だらけ、のっぱらだらけなんで、まあ、マスクなんてしてもしょうがないじゃんみたいな、こんな開けた大地でねって感じになっちゃいます。たまに来るのは郵便屋さん、宅配業者の方、でも、車は路上に投げても渋滞も何のそのですよ。まあ、私の家の前にも道路ありますけども、そうですね、1日に
何台車通るかってことはないです。10台は通らないですね。音が聞こえないですからね、まずはね。そんなところなんですごく環境はいいですし、交通事故も少ないですよね。なかなかいいんじゃないかなと思いますね。そういうゆったりとしたところで年収1000万なら、それはね、極端な話ですけども、車が大好きな方は2台持っても3台持っていても全く所有できちゃいます。駐車場代も安いですから。私広島市内にいた時は毎月4万とかっていう駐車場代だったんですよ。毎月ですよ。でもここでは1年間そのくらいですからね。4万円ぐらいですからね。本当に楽ですよ。4000とかその辺で借りれちゃいますし、どっちかっていうと駐車場余ってますからね。ガラガラですよ。ですからどんどん値段下がります。うん、まあそういうところもありますしね。うん、あとはなんかね、人間関係ですかね。緩く付き合っていけるかなってところあります。もちろんこれ人によるんですけども、付き合い方が上手な人とか下手な人いるんで、逆にギスギスしちゃったりする人もいるかもしれませんけどね。まあ、今回のテーマは年収1000万ってことなんですけども、やっぱりね、どのようにして稼ぐのか、そのお金を稼いだ時にどんな生活背景を持ってるかによって1000万っていうのは豊かにも見えるし、豊かじゃないようにも見えるかなっていうところが私の体験者としての感想ですね。で、私はそういうのを込みで住まいを選んでライフスタイルを作りましたんで、私はね、まあ、年収1000万ではないんですけども、ものすごくね、10年先とか20年先とか30年先のことを考えながらやっていけるかなってところありますね。まあ、そういう私もね、日本支店さんね、繰り返し最近は言ってますけども、クレジットカードからしかお金が作れない私ですからね。現金ないわけですから。で、よくね、ブラック企業、ブラックロードって言うでしょ。毎月15万とか10万みたいな収入しかないよって人。私はその頃の収入はマイナス100万ですからね。毎日働いて、毎日3万円ずつ赤字になっていくという、私の負債になっていくというね。このメンタルはね、なかなかユニークですよね。年収1000万。うん、まあ、今では全国民の 4% だから 0.4% って言われてますけども、今これだけテクノロジーが進化した中で、稼ごうと思えばどんどん稼げると思います。それこそスマートフォン1個があればもう稼げます。あと他何もいりません。出勤もいりません。社用車とかもいりませんし、在庫を抱えるような商品もいりません。全くお金を出すことなく、まあ、スマートフォンの通信料ぐらいはかかりますけどね、お金は作っていきます。それはもう繰り返しこれからもね、お話していきたいと思いますしね。特別な情報やスキルがない方大丈夫です。特別な情報やスキルはどっかに落ちてます。試しに世の中の名言集っていうのがあるんですけどもね、有名な経営者の方とか富豪がこう言ったよとかああ言ったよとかね、でマインドセット考え方とかこういうのいっぱいありますんで、それをインターネットで検索してたくさんね、網羅した後それを発信してみてください。アクセスはどん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 集まっていきますから。このね、孫子の兵法にしても、キリスト教のなんかお話にしてもね、釈迦のなんかストーリーにしても永久不変のヒット作なんですよ。で、これは誰が言ってもいいんですよ。そこがミソですね。個人的にいい方法知ってますよとか、個人的にいい体験しましたよっていうよりも、1000年2000年続いていく、全国各地世界各地で時代を問わずに受け入れられていく、そういったものの方がね、十分強力なコンテンツになると思うんですよ。では失礼します。